Spinner. Good morning, ケリーアンです。11月9日水曜日、世界で今起きていること。このポッドキャスト、デイリーブリーフでは、世界で今まさに報じられた最新のニュースをいち早く声でお届けします。バイデン政権に審判の時が訪れた。アメリカは中間選挙の投開票日を迎えました。記録的なインフレが続く中、バイデン政権には逆風が吹いており、事前の世論調査では、下院は野党の共和党が多数派を奪還し、上院では激戦になると予想されていました。ダウ平均株価は3営業日連続の値上がりに。物価の高騰が続くアメリカでは、フルタイムの仕事に加えてパートタイムの仕事をしている人口が増加しています。ルノーは中国の自動車メーカーと手を組んだ。フランスの自動車大手ルノーは8日、EV 事業と内燃エンジン車事業の分社化を含む新戦略を発表しました。EV 事業は来年後半に上場するほか、アメリカのクアルコムから出資を受ける方向です。一方、エンジン車事業については、中国のジーリーホールディングスと合弁会社を設立するとしています。また、デジタル化を加速するために、Google と事業提携をすることも明らかにしました。アメリカとロシアの核協議が再開される。世界最大の核保有国であるアメリカとロシアは、核兵器削減に向けた2カ国間協議を再開するようです。これはアメリカ国務省の報道官ネッド・プライスが明らかにしたもので、核兵器削減条約ニュースタートに基づくこの対話が実現すれば、ロシアのウクライナ侵攻以来初の核協議となります。 NVIDIA は輸出規制の影響を最小限に抑えようとしている。半導体大手の NVIDIA は、アメリカの対中輸出規制に抵触しない新たな半導体を中国で販売していることを明らかにしました。同社のデータセンター向け半導体は、軍事転用の懸念からアメリカ政府の禁輸リストに指定されていました。一方、任天堂は半導体不足に伴う生産の遅れにより、家庭用ゲーム機任天堂スイッチの2023年3月期の販売台数予想を下方修正しました。クリプト業界最大の M&A 暗号資産取引所のバイナンスは、競合である FTX の米国以外の事業を買収することで合意したと明らかにしました。ただし、取引額で米国1位と4位にある両社の合併の前には、独占禁止法というハードルも立ちふさがっています。今月に入って明らかになった FTX の資金繰りに対する懸念は、クリプト相場の低迷を加速させており、ビットコインは一時1万7000ドル台まで下げているほか、クリプト関連銘柄も急落しています。誰かが2900億円の権利を手にした。アメリカで賞金が史上最高額の20億4000万ドル、日本円でおよそ2970億円に達し、注目を集めていた宝くじ、パワーボールの当選者が決まりました。6つの数字を選ぶパワーボールでは、これまで当選者が出ず、賞金が繰り越されていました。当選者は1人で、身元は明かされていませんが、今後30年間で分割して賞金を受け取るか、一括で9億9760万ドルを受け取るかを選ぶことになります。今、世界で起きているニュースをいち早く受け取りたい方は、Daily Brief をぜひ、Spotify、Apple Podcast、Amazon Music などでフォローしてくださいね。ケリーアンでした。Have a nice day! Spinner.
Bucket List Driven by Dreams Powered by Porsche。 このポッドキャストは私シャウラがポルシェジャパンマーケティング CRM 部執行役員の前田健一郎さんと共にナビゲート。さまざまな業界で活躍するゲストをお迎えして、絶対に叶えたい夢のリストをインタビューしております。毎週水曜日ニューエピソード更新中、チェックしてね。